え、エリーやん。どうも、村です。こんばんは、こんにちは、おはようございます。ってね。ってことで、エリーツ編でございます。エリーツ？エリーツ？違えよ、誰だお前。リノーツくんか。リノーツくん編でございます。どこに向かうんだっけ？どっか向かうんだよね。はい。薬ゲットしたんで、薬っていうか包帯ね。ゲットしたんで、まあ向かいましょうっていう。どこに？ん？いや、それだけ？あれ？リノーツくんってさ、どんな声だったっけ？どんな声だ？ちょっと覚えてねえな。ああ、そうだ。行く前に場所の確認もしないとね。こんな感じだっけ？ああ！誰？また新キャラ！おお、かっけえ！誰こいつ？リノ！リノ！リーノー！誰こいつ？うわ、出た、ルース。やっほー、リノ！これからどこ行くの？行くけど、ああ、もう、せっかくこれを俺の仕事だって受け入れてきたのに、お前の顔を見たらイライラしてきた。え、なんで？俺のせいにしないでよ。俺のストレス全般、お前のせいなんだよ、このクソガキが。ああ、リノツくんが前言ってたやつか。クソガキがあって、ガキがあって。もう、リノ、外行きの服だよね。これからどこ行くの？もう夜だよ。ああ、仕事だよ。急遽エリーの応援に。この服着てたら、それ以外なくない？ほーん。お前が今日、午前中に女と遊びに行った分、俺がお前の仕事を代わりにやってあげたんだけど、仕事を放棄することは当たり前だと思うな、このクズ。ちゃんと働け。エリーもルースも、俺にばかり仕事を回してきてさ、一人の負担が尋常じゃなくない？へえ、大変だね、リノ。他人事みたいな言うなよ、この元凶が。ほんと信じられない。お前もデストロイヤーだろうが、大人の一員だ。それなのにお前は毎日毎日女と遊んで。待って待って待って。何？何この二人好きなんだけど。お姉さんは優しいから好きだよ。ああ、そのお姉さんもお前の綺麗な顔につられた気の毒の人だな。気の毒な人ね。はい。お前もこのクズっぷりを見たら幻滅するだろうね、心底。ああ、でもお姉さんたちは素のこいつと喜んで付き合ってるだっけ。うわ、どこもダメだな。なんでこんなガキっぽいやつと。こんなやつ顔がいいだけの子供なのに。リノ、俺を子供扱いしたり大人に見たり混乱するから、どっちかにしてよ。お前自身がバラバラなのがいけないだろ。もうそんな怖い顔しないで。怒ってばっかりだとシワが顔に張り付いちゃうよ。笑った方がいいよ。誰のせいだと。で、あんまり長話もしてられないんだよ。俺はもう行くから、ルース。俺に何か用だった？ああ、用あるんだ。ちょっと付き合ってほしいの。は？今から？誘うにしても時と場合を考えてよ。俺が今から出かける格好してるの見えてるでしょ。ダメ？無理や、赤字なんだけど。どういうこと？ごめん、時間ないからさ、また今度ね。わかった。じゃあ仕方ないね。お仕事頑張ってね。ああ、でも早く帰ってきてね。努力するよ。やったー、待ってるからね。じゃあ俺は部屋に戻る。いってらっしゃい。これさ、分岐だよね。分岐だったね。うわー、おもろ。あいつもやればできるやつなのにな。場所は、うわ、郊外じゃなくて、なんだっけな、これなんだっけな、前回出たんだよね、これなんだっけなって。郊外で合ってるっけ？郊外の山奥？遠くない？あいつどこまで遠出してんの？数時間もあればつけるかな。さっさと行って終わらそう。いや、これさ、すごい分岐点だよね、今の。大丈夫かな？というか、戦争が終わって100年も経ったのに、まだこんなにドールが残ってるなんて。昔は本当にドール頼りに来てたんだな。俺も小さい頃はドールなんておとぎ話だと思ってたけど、眠っていたドールが次々に目覚めて世に溢れていく。
それが世界の妨害者とならないように文化保全を理由にして破壊して回るなんて、常識なら気が狂うよ。やってることは人殺しと変わらないんだからさ。一応記憶持ちは保護する契約だけど、そんなのは滅多にいない。俺らはただ破壊するだけだ。俺はまだ耐性があるし、ルスもまあまあ平気そうだけど、エリーは。ああね、これさ、ルースの方行った方がよかったのかな。しくった。夢を見るんだ、リノーツ。ドールたちは、あ、これあれかな、リノーツとエリーの喋ってる内容かな。ドールたちは俺の周りに寄ってきて、私たちは生きてるのにどうしてって、悪魔だって口々に、バセラ、浴びられる夢で合ってるかな。なあ、俺はどうしたらいいと思う。どうしたらよかったんだろう。まあ、てんてんてんでなるよな、そりゃ。どうせ記憶持ちなんてめったにいないんだから、さっさと壊しちゃえばいいんだよ。捨ててしまえよ、感情なんて。仕事の邪魔になるのなら。あーね、ここでセーブしよう。ないですね。ああ、めぼしいところはすべて探ってみたが、なかなか見つからないな。すみません、エリーさん。私のわがままに付き合わせてしまって。いや、いいさ。こうなったら、とことん付き合うよ。それにしても、どうしてこうも見つからないんだ。あったのは、俺が見つけた手紙だけ。本当に、彼の持ち物が丸ごとどこか消えてしまったような。このまま形見が見つからなかったら、私は一人で死んでしまうのでしょうか。そんなに落ち込むなよ、大丈夫、きっとどこかにあるはずだ。慰めてくれるんですか、エリーさん。意外と優しいですよね。会ったばかりのエリーさんは淡々としていて厳しい人なのかと思ったんですが、話しやすくていろいろなことを話せて私嬉しいです。ああ、まあ、あれは仕事モードというかな。俺もリズと話せて嬉しいよ。よかったです。さて、じゃあ休憩もそろそろ終わりにするか。あ、待ってください、もう少しだけいいですか。ああ、そうだな。それなら、もう少しだけここにいようか。ああね。はい。エリーさんは、私のことが好きですか？なんだ、好きだとさっき言っただろ。ああ、いや、人間として、です。私は人間じゃないですけど、性格というか、人間性を見て、私ってどうなのかなと、と思ったので。ああ、まあ好きだな。ちょっと強引なところもあるが、お前は丁寧だし、意思もしっかり持ってるし、普通に考えて好かれてるタイプだと思うぞ。好かれてるってか、好か、うん、そうね。今俺なんて言った？そうなんですか？どうしたんだ急に。いや、期限も迫ってきてるようですし、人として嫌われたままで破壊されるのは嫌だなと思いまして。ああ、別にそんな心配はしなくていいよ。ちなみに俺のことはどうなんだ。おほほ、なんちゅう話してんねん。おい、混ぜろ俺を。エリーさんのことですか。あ、そうですね、穏やかですし優しいですし好きですよ、人間として。そうか、それは嬉しいな。はあ、エリーさんともう少し話をしましょう。てんてんてん。ん？エリーさんはやっぱり優しいですね。私のお願いも聞いてくれて、一緒に形見も探してくれて、エリーさんといると楽しい。本当に
最後に会えたのがあなたでよかったです。いい子だわ、マジで。リズちゃんめっちゃいい子だよな。期限が来たら私は破壊される。そんなことは分かっていますが、もう少しだけあなたと一緒にいられることを許してもらってもいいでしょうか。楽しそうだな、リズ。楽しいですよ。うわぁ、惚れてまうやろ。それにしても、俺たちは全部の部屋を調べ終えたよな。どうして見つからないんだろう。調べきれていないところがあったのかもしれないな。リズ、もう一度部屋を探してみるか。それとも他にも部屋があるとか。あ、すみません、今まで必要ないと思って行ってなかったんですが、一つだけ調べてないところがあります。どこだ。地下です。あー、リズちゃんが最初にいたところだよね、オープニングの。オープニング？あ、そうそう、ここここ。暗いですからお気をつけて。平気だ、リズも転ぶなよ。ここ私が初めに目覚めた場所なんですけど、暗すぎてあまり調べられなかったんですよね。まあこんな暗闇じゃな。お前はこの真っ暗の中を明かりなしで歩いたんだろ、勇気あるな。へへへ、まあ他に手がありませんでしたし。じゃあ行くか。わあ、好きだわこの二人マジで。なんかこっからちょっとセーブ気をつけないとね、場所。うん、なんだなんだこの結婚。結婚どうしました。いや、え、どうしたもこうしたも。お前はわからないのか。ん、あ、リズちゃんわかんないんだ。あれ、ちょっとこれ調べて今日終わりにしよっかな。これがリズの眠っていた棺か。中のこの赤い花は菊の造花か。お前の髪飾りと同じ花だな。あ、そういえばそうですね、菊だったんですね、これ。あまり気にしてませんでした。それリズによく似合ってるよ。ありがとうございます。これ旦那様が私に送ってくれた髪飾りなんです。へえ、いいな。それにしてもここには特に物があるということはなさそうだな。やっぱり他の部屋をもう一度調べた方がいいのか。リズの記憶のこともどうにかしなければならないし、ただ一つ気になるのはやはり。何？何？ちょっと今日長いからさ、そろそろ終わりたいんだけど。何？何？そもそも私どうして棺なんかに入っていたんでしょう。そこがよくわからないですよね。おそらく主人のなしたことだ。戦争からお前を守るためだろう。まあそれだけじゃ説明がつかないが、主人が自分の道路を守るためにいろいろ工夫することは知っていたが、棺に閉じ込めるというのは初めて聞いた。棺ね、まるで彼女を人間のように扱っているような。あー、私棺ってちょっと好きですね。中に物を入れる感じがまるで宝箱みたいで。へえ。エリーさんは少しだけ旦那様に似ている気がします。どの辺がだ。優しいところですかね。抽象的だな。はー、終わりたくない。まだ終わりたくない。どの辺がだ。優しいところ。でもこれ以上やったらな、長くなるんだろうな。リズが眠っていたところ、はい、大量に入っている。
いやー、いや新キャラも出てきたし、分岐点あれめっちゃ気になるな。いやー、終わりたくねー。